昨年度東海ルーキーの方で、試合の方を経験させていただきました。毎年東海の方で活躍されている強豪校さんと試合をさせていただいて、昨年はたまたま全国ルーキーの方も経験させていただいたんですけれども、非常に自分たちのその今ある力っていうものが非常にこう分かる試合でしたし、この1年生試合を行って感じたことをこれからのトレーニングに生かしていく、でその2年後自分たちがどの立ち位置、実力をつけていたかどうかっていうことで、今この経験させていただいている試合っていうのは非常にいい経験をさせていただいているなというふうに感じました。本当にいろいろとサポートをしてくださったチーム関係者の皆さん、本当にありがとうございます。はい、2019年度また一つの目標としては全国ルーキーの方へ出場して、自分たちの力がしっかり発揮できるように頑張っていきたいなというふうに思っております。中京大中京高校サッカー部のそのスタイルっていうものがどれだけ通用するのかどうか、しっかりと今年度も戦えるチームにしていきたいなというふうに思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。